ピロリシンは遺伝的に高度されたアミノ酸の一種で、数種のメタン酸性個細菌や一種の脱塩素化細菌で使われていることが知られている。構造はリシンと似ているが、即差の末端にピロリン管が付加している。特別なコドンによって高度され、特異的なトレナとアミノアシルトレナシンセテースによって作られる。22番目のタンパク質を構成するアミノ酸と考えられている。 国際純正、応用科学連合と国際性科学、分子生物学連合による共同命名委員会では、公式に、ピルという3文字表記、オという1文字表記を勧告している。X 線結晶構造解析及び、モルディ質量を分析の結果によると、ピロリシンは4、メチルピロリンマイナス5カルボン酸が、リシンの N 末端とアミド結合した構造をしている。 孵化したピロリン間は、いくつかのメチルトランスフェラーゼの活性部位に取り込まれ、比較的自由に回転することができ、コリノイドホインシが作用しやすくするためにメチルアミンのメチル元を正しい場所に配置し、広げる作用を持っていると考えられている。提案されているモデルでは、近接するグルタミン酸酸期のカルボキシル元が、プロトン孵化され、このプロトンが移民間の窒素原子に転移されて、 隣接する缶の炭素原子が露出し、メチルアミンによる嗅覚不荷反応が起きるとされている。この反応で生じた性の電化を持つ窒素原子は、続いて脱プロトン化したグルタミン酸と作用し、缶の配高が変化して、メチルアミン由来のメチル素を活性部位に向ける。この過程で、正味の CH3 は酸化数が i から3に変わって、保因子のコバルト原子に移る。 その後メチルアミン由来のアンモニアが乖りし、元の移民に戻る。ヒドルキシリシンやメチルリシン、ヒップシン等の翻訳後就職を受けた他のリシン、誘導体とは異なり、ピロリシンはタンパク質を構成する20種のアミノ酸と同様にコドンから翻訳される。通常の生物では収縮コドンとなっている UAG の配列でメッセンジャー RNA にコードされている。これには、 クーア,アンチコドンで異常、トレナをコードするパイルと遺伝子及び通型のアミノアシル、トレナシンターゼをコードするプルズ遺伝子の存在が必要である。UAG コドンの後にはステムマイナスループ構造を作るパイリス配列が続く。このトレナアウス体は大腸菌のその他のシンターゼやトレナとは独立であり、その後の過程にも比較的制約がない。そのため、 タンパク質の関能元を自由に改変することができる魅力的なツールとなっている。ありがとうございます。